誰でも作れる簡単ルアー、ザコ、積木です、ルアーは綺麗に作んなくちゃいけなくて、魚が釣れなくちゃいけなくて、いろんな、チェックポイントがあってやっとルアーになるんだと思うんですけど、ハンドメイドできると思うんですけど、とりあえず作れて、とりあえず泳ぐ、そこだけに特化したのがこいつなんですよ。まあ、20分で作れるので、まあ、重心を変えたり形を変えたりどんどん変えていけばいろんなパターンで試せて面白いと思うんで、ぜひ、作ってみてください。ちょっとこの後ね、作成動画に入ります。退屈ですけどね、まあ興味のある人は見てください。はい、今日はですね、僕は昔作った、簡単、誰でも作れる簡単ルアー、ザコ積み木ルアーっていうのをね、積み木クランク、これをちょっと久しぶりに作ってみたいと思います。お願いします。じゃあ、部品、材料は木ですね。これダイソーの、ダイソーで買って100円で、まあこれセリアか、セリアで2本で、まあ40センチぐらいのが2本入ってるのかな。その霧の修正材ですね。あとは、1ミリのペット樹脂、これ安いと。でいつもの、ヒートン、そして、ウェイトですね。どうしようかな、もうちょっと、まあでもこれでいっか、これで作りたいと思います。めちゃくちゃ簡単にできるんで、最初いいと思うんですよね。じゃあ水を切ります。ちょっとこれノコギリがだんだん切れなくなってきてる。そしてリップの溝を1ミリに合わせつつ平行を、合わせていきます。うん、こんなもんかな。で1ミリのこいつが入るようにするね。1ミリね、すぐにね、できちゃいますね。ちょっとこれ曲がってっかな。もうちょっと。こうかな。ね、ちょっとね、ここの時点で曲がっててもいいんですけど、まあ、最近恒例の、水平確認ボードでこれを入れると。そしてね、このマス目に合わせて平行を大体目検討で、まあちょっと、まあちょっと、まあ、大体大丈夫でしょうね。はい、これ OK。 そして、リップつけます。このリップは安くて、ペット樹脂ちょっとしなるんですけど、みんなのよく知ってるペットボトルで言ってもこのぐらいなんで、で、真ん中によくね接着剤が噛むようにね穴を開けます。大体真ん中、そしてまあまあこれはち
て、よし、こう穴2つ開きますね。そしてこいつを、これね、リップの、このふうにセットします。ね。そしたら、センターを、センターをって言って、あんまセンターっぽくないけど、これをこう入れましてですね、はい、そしてここに下穴を開けますと、よし、そしたらですね、ここにね、入れていくわけですよ。スクリューにはたっぷりと瞬間接着剤をつけてください。ここにも入れて、この穴にも入れて、でこれをリップを差し込む。うっつ、うっつ、もうね、岩っぽくなってきたでしょ。でここまで出てるから、そしたら、まあ、こっちもお尻のところね、まあ、この辺かな、ここからこいつを差し込むと、うん、これ突き出ちゃっていいですね。もうね、なるべく長くやった方が強いと思うんで、よいしょ。そしてこいつを、まあ、お好みの愛の向きで入れます。そしてどっからどう見てもルアーになりましたよね。でね、これつぎ出たところちょっとね、ヤスリでね削りますよ。あと重りなんですけどね、重りがね、ここに入れようと思うんです。これいつも、こういうのでね、
感じでいいかな。そしてあこれがよいしょ、ここにね入れちゃおうと思います。適当で、まあ最初やってみて次作るときにちょっと微調整すれば全然いいので、よいしょ、無理やり押し込みね。接着剤ねつけて入れるんですけどね、今回接着剤つけないで無理やり入れちゃったんで、まあ別にこれでもいいです。よし、そしたらリップをね、余分なとこ切っていきますよ。よいしょ、今ねちょっと説明してから作り始めて11分20何秒か、まあねそれでね、まあまあもう形的にはまあね、色が濃くなってるんですよね。でまあどういうリップにしようかなとかあるけど、できましたよ。そうですね、コーティングします。これジェルネイルで、これちょっと目が粗いんでここのところから泡が出ると思うんですけど、これで一応15分から20分でね適当に作ってできるんでどうかなっていう風な、1回ねこの2回コーティングする必要があるんで1回目はもう適当でいいっす。じゃあこれでね、はい、ジェルネイルで、固めたいと思います。まあ1分でだいたい、まあ1分2分、で固まって、それで
サンディングしてもう一回でとりあえずできます。でこれ何が狙いかっていうと、ハンドメイドでルアーを作るときに多分、まあまず綺麗に作りたいし、泳げるのを作らなくちゃならないし、釣れるのを作らなくちゃならないし、まあいろんな、まあすごいものっていうのは、まあいろんな条件が重なってるんですけど、それをね、なるべく削り取って、作れると泳ぐに特化したものを考えたんですよね。まあ釣れる釣れないよりも、まあ泳いで作れればいいかなっていうところにしたのが、まあ、まあこいつなんですよね。これが何がいいかっていうと、まあ丈夫に作れたりとか、重心がとか、とりあえず泳ぐ楽しみみたいのが分かれば、こいつを丸くしたり、リップの角度を変えたり、重心を変えたりしていけば、いろんなルアーに応用できるはずなんです。きっとそう思うんですよね。それでまあ、まあ、こういうフラットなやつとか、バルサみたいにでこう魚っぽいの作ったりとか、まあいろんな基本になって、それでまあ最近だとどんぐりもルアーにできたりとか、薄さっぽいやつ、クーガっぽいやつと派生させていけるんで、まずねこの簡単に作れて泳げる、そして一見ルアーで一番大事な魚が釣れるっていうところをちょっと無視して作ってるっていうところがこいつのポイントですね。あ、もちろんなんかこんな格好してるんですぐ見切られるんですけど、やる気のあるやつが食ってくることもあるんで、でまあちゃんと泳げば、泳いで魚がうんといるところだったら結構ねいけるんでね、面白いと思って、まずこれを作って、釣りに缶釣り行って、ちょっと合間に投げてみると意外と泳ぐんじゃないのとか、意外と釣れるんじゃないのっていう、ところがね、面白いんじゃないかな、ルアー作りにつながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこれで2回目のね、コーティングを行いますよ。もちろんねこれ今適当に作ってますけど、これでもまあクオリティよく作ろうと思えば、ピカピカに作ればまあそれなりにもういい感じでできると思います。今日ねちょっとまあスピードと喋りながら作るっていうのね、いつものでねこんなやってますけど、まあもちろんもっと綺麗に作れますからね。汲んでいきたいと思います。しながら喋りますけど、まあ、このリップの付け方ができれば多分、こっち側にして愛をこっち側にすれば薄さっぽいリバースできますし、すごく伸ばしてこいつを伸ばして浮力を後ろにやればきっとマジックジャックっぽいのもできると思うんですよね。
で、リップはないんですけど、まあ、この重心の位置を変えたりとか、丸いのでくぼませれば、ポッパーのができると思うし、まあ、長くして、角度変えてね、ミノっぽくもできると思うし、それで結構泳ぐんですよね。泳げば多分丸くしてって、重心を変えたりとか。そうすると、できちゃうと思うんです。これでいろんなところに同じ設計で重心をいろいろ移動したりとか、リップの場所を移動したりしていけばデータがいろいろ取れて、基礎になるんじゃないかなって思います。さて、じゃあ水にね入れてみます。ふいっね、よいしょ。はい、えい、前下がりでね、リップが長い。重りがここにあるから、まあ、前下がりになりますよね。で、これで、まあ、針つけたらどうなるんだろうなとかね、このあと。するけどね。そしてこれで裏返しにするでしょ。それで、はい、ほら、こんな風に簡単に、まあ適当に作ったんで iTune、トゥルチューン必要だと思うんですけどね、ちょっと面白いと思うんでね。これでこの後、まあ針つけて、まあ、洗面所でちょっと引っ張ってみます。はいはい、はい、今ね20分で、だいたい20分で作って泳がしてみましたけど、一応プリプリね、お尻を振って、泳ぐのが分かったと思いますがね、こんな感じでね、雑魚積み木、これからルアー作りたいっていう人がこれやればね、必ずこれは誰でもできそうじゃないですか。で、まあ、作ってみてね、もっと重心どうだろう、まあ、シェイプがどうだろう、まあ、リップがどうだろうって思っていけば簡単にいろいろ世界が広がると思うんですよ。釣れる釣れないで言うと、まあ、釣れにくいかもしれないけど、泳ぐ作れるってところを、イメージしたこいつですね、雑魚積み木。興味がある人は作ってみてください。誰でも作れます。